待って、これジャングルからスパーク湧いたんだけど。やっぱレート違うのかも。あ、違う、でもここ湧くか。まあ普通の一般人は演技なんてしませんからね。下手くそで当たり前なんですよ。でも俺未だにさ、YouTube とかのなんか動画用にさ、撮影とかしに行くときとか、案件で撮影しに行くときとか、マジで慣れないんだよな。なんかさ、最近も撮影であったんだよな。撮影してる最中にスタッフ10名から20名近くに見られながら撮影すんの。マジ見られたくないんだよね。くっそやりづらかった正直まあ視線感じるっつうか、なんだろうな、まあ、台本あると何もダメになっちゃうね。配信は別に台本とかないじゃん。自分が喋りたいこと喋るけど、なんかこれ喋んなきゃいけないっていうのが念頭にあるとダメになっちゃうわ。俳優さんとかすげえんだなと思うわ。なんか自分の言葉に変換しちゃう。あ、ミディアムコンバーター。うわわわ、ちょっと待って。スタック、スタック。あんたのせいで、スタック。間違えた。来なくていいって。こいつさ、マジ強いんだよな。おれ。さすがギャランティー。ぶっぱ。新しい青いやつ出た。武器この木出た。マジ？武器庫マジ？武器庫マジ？いいの？うふほ？すごっ。え、弾だけとかじゃないっすよね。スモールサプレッサー。なるほど。これはそのうちいいの出そうだな。まあ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 。こんなもんか。まあでもジャングル来るついでに壊されるんだったらね。オマンティス持って帰ろう。でもなんか最近あれだな、
なんか、新しいストリーマーというか、なんか、わからんな、なんかもう。気づいたら、何千人とか集めてるようなストリーマーが増えてて、もう、よくわからん、俺。全然わからん。最近のストリーマーの人。V の人たちも全然わかんないしな。なんか。なんか見る人たちも増えたなと思うし。ジジイなんすわ、俺。埋もれていきますわ。怖ー、何これ。すごいね、新人の人の伸びが。まあ、俺に関しては、これくらいの視聴者数というか、いつもの視聴者数くらいが、何ここやばくね？それくらいが維持できたら、正直俺も十分かなと思ってる。それが難しいんだけどな、維持が。1万はね、ちょっと多いけど。1万ってどれくらいだろう？ 4000 から5000くらいか。十分だわ、それくらいいたら。そう、維持するのが難しいわ。でもなんか、とりあえず俺が一番やりたいゲームを最優先にやってるから、特に増やすみたいなことは今も考えてないな。じゃあ自分が一番楽しめるやつでしかやってないわ。引っ越しどうなるかな。楽しみだな。楽しみだけどちょっと怖いな。ちゃんと無事引っ越し終わんのかな？一番そこが怖えわ。あと回線。回線がうんこだったらどうしよう。引っ越すしかねえな。引っ越すしかないけどさ。まあ最悪回線ダメだったら、どっか早くにちょっと探して、もう最悪リビングにボンス入れる。とりあえず一時的に。で、次のとこ探すしかねえ。あと次のとこすげえ家賃高えから、オワコンになったら岩手帰るわ。オワコンになったらロレックス一緒に売って岩手帰ります。ありがとうございました。でも次の物件は、ちょっと妥協したかな。まあ、なんか、探しつつでもいいかもな。なんかまた違う物件見つかったらそっち行きたいわ。もう2年くらい探してようやくって感じだわ。タレと新焼肉行けんから辛そう。 俺は別にタレと新焼肉食うために別に東京に行くわけじゃないけどな。 なんであいつのために高い家賃払って行かなきゃいけねえんだよ。それとタクシー行くわ。千葉から。そっちの方がまだ安上がりだわ。いやでもね、スタイリッシュ新焼肉何が辛いかって、お金とか時間じゃねえんだよね。その帰った後に、そのタクシーで酔っ払ったやつでゲロ吐いちゃうのがすげえ気持ち悪いんだよね。高え肉食いに行ったのにさ、じゃあ時間とお金を費やして高え肉、まあ、実質高え肉じゃん。あっちではまあ、そこそこの肉なんだけどさ。それをさ、なんで俺家着いて吐かなきゃいけねえんだっていう。じゃあなんかね、タクシー酔っちゃうんすよね。どうしても。すんげえ気持ち悪くなっちゃって。
なんか50分くらいかかるんだよね、タクシーで。まあ、片道2万だからさ。それがきつい。だから焼肉とかそういうの行く自体は全然いい。もう車持った方がいいのかな。まあでも車乗ったらお酒飲めないもんな。いや、夜、なんだてめえやるか？なんのこいつよ。ボイシャットねえな、これ、ちょっと。どいつ？いや、いや、スタネは悪くない。俺から言ってるや、いつも。なんか肉痛くねって。おい、しかもあいつと食いに行った時によ、サッカーボール買わされてよ、俺がよ。しかもサッカーボール一回も使ってねえしよ。今まだ玄関にコロコロコロって転がってんだけど、あれどうすんだよ、あれマジいらないんですけど。そうだ、ダスコさんちまだ行ってないんだよね。あ、そういえば住所聞くのはセスター、アスパラ送りてえな。アスパラ送って届いたら、ダスクさんち行って俺食おうかな。ダスクさんは食わせないで俺だけ食おうかな。ダスクさんの料理で俺がアスパラ食うっていう企画でどうかな。